情勢大学は埼玉県坂戸市欅ヤ一の一に本部を置く日本の私立大学である。1965年に設置された大学の略称は、情祭大、情祭。1918年に創立された情勢実務学校を前身とする情祭学園を母体に水田美希夫と新藤富五郎が1965年創立。2018年時点。 語学部8学科と別科を設置。語学教育には語学部を横断する語学教育センターを置いている。主たるキャンパスは埼玉県坂戸市の坂戸キャンパスで東京都千代予学に数学科、大学院、短期大学部等が使用する東京紀雄一長キャンパスを置く。大学院と情勢短期大学を併設する。情勢国際大学は姉妹校。見学の精神。 学問による人間形成、情勢大学、情勢大学の教育方針大学案内、情勢大学学部、編集大学院、編集附属機関、編集6月に総合グランドで体育祭実行委員会の主催により行われ、ほとんどの上部団体や公認団体が出場する。11月に行われる学園祭の名称、校来とは、 大学南側を流れる駒川から取ったものである。著名人の講演会やコンサートのほか、正門付近にモーニュメントが建てられる。大学同窓会支部や講演会による日本の物産販売が実施される。また、水田美術館の所蔵品が公開される。水田美術館の所蔵品公開は入学式や卒業式でも行われる。大学には学科と応援科がある。 公認団体として、上部団体に、各委員会、各学生会、体育会本部、文化部連合会、学術団体協議会などが所属し、中央委員会が全学生団体の取りまとめを行っている。体育会系の部は、体育会本部に、文化部系の部は、文化部連合会に、各学生会は、学術団体協議会にそれぞれ所属する形となっている。 東京清井町キャンパス、情勢大学のキャンパスは、坂戸市欅台キ1の位置のみであったが、2005年に東京都千代田区に東京清井町キャンパスを大学法人本部に併設している。これは、坂戸のキャンパス機能を補完、強化するという位置づけであり、情勢国際大学、情勢短期大学との共同利用となっている。川澄駅と補0分駒川駅、 シャトルバス約15分上西大学の法人本部などを除く主な機能がある。2013年から理学部数学科は坂戸キャンパスと東京清井町キャンパスで講義を行うようになり、入学時に選んだキャンパスで4年間講義を受けられるようになった。2017年4月に薬学部胸と水田美紀夫記念館同窓会館が新設された。なお、隣接して、 明海大学史学部が存在するが、別法人である。麹町駅1番出口より、徒歩3分長田町駅9番出口より、徒歩5分赤坂三つ家駅、弁慶口より、徒歩8分四谷駅より、徒歩10分留学先や留学生受け入れのため、欧米やアジア圏に複数の姉妹校を持つ。健康増進などで市民の生涯学習支援や、地方自治体などとの地域連携を行っている。 国内の他教育機関との協力、編集埼玉県内の他の大学群と、埼玉登場地域大学教育プラットフォームを設立している。地方自治体との連携協定、編集キャンパス所在地あるいはその近隣である、埼玉県内の自治体及び、東京都千代田区と連携協定を結んでいる。日本競輪選手権会埼玉支部、埼玉県県営競技事務所と、相互協力。 連携協定を2020年2月19日に連携協定を結んだ。企業との協定、編集メッツアを運営するムーミン物語と地域教育振興で連携協定を結んでいる。情勢大学を設置する学校法人情勢大学は付属学校を設置していない。別法人による継続校は系列校にまとめた。 清水会館等を中心にドラマのロケーション撮影に使用されることがある。その他、ありがとうございます。